本日は手根管症候群について解説したいと思います。手根管症候群はこの手根管のところの正中神経が圧迫されて、手のここの範囲にしびれが出ます。ここの範囲にしびれとか痛みが出ます。それで手根管症候群の時はテストがありますので、まずはこうしていただいて、でここでずっと圧迫して、ちょっとこれは動画なので長くなってしまうんですけども、今説明したところに1分間ずっとこの姿勢をやってると血管が圧迫されるので、今の説明したところにしびれとか痛みとかが出てきます。それでこれ1分間やった後に今度は反対側にこうしてもらえると、ずっと圧迫してもらって正中神経が今度はストレッチされて、今最初に説明したところに痛みとかしびれが出ますので、このテストで自分が手根管症候群なのかテストしてみてください。それで しびれとか痛みが出たら、この手根管をやっぱり緩めてあげるというので、両手でこう持っていただいて、こういうマッサージをしたり、あと医療機器などを当てたりして、この手根管を緩めてあげると、このしびれが出なくなってきますので、ぜひ皆さんも試してみてください。今回は手根管症候群のテストと治療方法になります。